東京渋谷区のアパートで火事があり、女性1人が死亡しました。午後1時ごろ、渋谷区神宮前のアパートで屋根から煙が出ていると近所の人から119番通報がありました。火は木造2階建てのアパートの202号室の台所など10平方メートルを焼き、およそ1時間後に消し止められました。この火事でこの部屋に住んでいた井ノ原美恵子さんとみられる遺体が発見され、警視庁などは身元の確認を急いでいます。